では次はまばたきを作っていこうと思います。まばたきちょっとむずいけどね、頑張ろう。とプラスのアイコンから新しいシェイプキーを作って、タブキーで編集モード入って、だいたい位置的にはこのここまでは下げずにこの辺でいいかな。あとちょっとこのラインに沿うような感じで若干こっちの目尻の方を内側に寄せる感じで作っていこうと思います。大きいでプロポーショナル編集音にするのと、コネクテッドオンリーにチェック入っていることを確認して、まずはこのちっちゃいまつげは一旦無視して、こうグイーって下ろしてあげます。グイー、目尻に若干内側に寄せ、気持ちこう下向きカーブになるように持ち替えてあげますね。今まっすぐ正面から見ながらまつげの位置を単純に下に下ろした感じなんですけど、この前後関係みたいなのは肌もこのまつげに沿わせるように下ろしてあげた後に、もうちょっと奥行きを調整してあげようと思います。下まつげもあったら下まつげもこのまつげと同じくらいの高さの位置まで上げてあげて、今度は肌の方も一旦サブデビジョン、この三角アイコンのところで一旦オフっておいた方が多少わかりやすいかな。上まぶたと下まぶたもそのまま正面から見ながら、まっすぐ下にとかまっすぐ上に動かした状態で、もともと上まぶたの方がちょっと前に出てたので、こういう風に前後関係空いちゃうんですけど、下ろした状態で確認してみて、この目を閉じた状態、あんまり奥行き的にはこの位置であんまりおかしくないかなと思うので、この下まぶたの方を前の方にずらして、ここのギャップが生まれないようにしてあげましょうか。ピボットポイントをキーボードのピリオドでアクティブエレメントにして、この2点を選んで前側の方に S でグッと近づけてあげます。ちょっと見づらいからコントロール L で肌だけ表示にしておきますね。 S でグイッと、ここも S でグイッと、ここももうちょっと前にやってあげようかな。オルト H で表示にしてたまぶたを再表示して、この埋まってるところもチメチメと GY とかで手前に持ってきて直してあげます。でこのまつげのカクってなってこの部分は折り返して、この辺にちっちゃくポイって埋めてあげようと思います。こんな感じ、あんまり奥すぎてもあれなので、ちょっと手前に持ってきて、こんな感じかな。これで一旦動かして確認してみましょうか。オブジェクトモードに戻ってバリューを0から1にシュイーって変えてみます。さっきやったこのまつげの下のピョイって出てる部分の変形があんま気に入らないですね。もともとここの肌の1辺の間くらいのところにあるので、目を閉じた時にもそこの位置に近くなるようにしてあげようと思います。ここかな、この辺の
アイラくらいですよね。これをグイッとグイッと、でここえぐれてるけどサブディビジョン適用後に直してあげたらいいかなと思います。それでもう一回確認してみます。シュンシュン、の目を閉じた状態でいろんな角度から確認してみて、穴が開いてないかなとかを確認した上で良さそうやったら、このちっちゃいまつげの方も調整して同じくらいの位置に下ろしてあげようと思います。普通のまばたきの時にはちょっとまつげをちょっと下向きにしようかなと思うので、これはまあ元絵のデザインによると思うんですけど、トジタンはちょっとそういう感じになってるので、回転させてまつげ下向きにしてみます。スケールとかも多少変えてもいいかなと思いますね。ちょっと一番端っこのまつげが悪目立ちしてる感じがするので、あんま正面からは見えないくらいの位置に置こうと思います。まつげの傾きがだいぶ地面と平行な感じになってると、正面から見た時にあんま目立たないからいいかなと思います。もうちょっとこっちに持ってくるか。右のソリッドビューと左のこうフラットシェードみたいな状態で両方見比べながら調整します。やっぱこのえぐれてるの気になるな。まつげの一番下のところ、ちょっと目立たないくらいのこんくらいのところに持ってこようか。これでオンをするとなんかね、スーンとちっちゃくなってってる感じが出て、まあいいかな。顔に埋まったこの二重線も L で選んで、まあ、下に下げたらそれだけでちょっと顔の前に出ていきますよね。これもちょい下げてるくらいの方が自然かなと思います。こんくらいでオンオフしてみます。で中間でも破綻がないかなっていうのを確認しつつ、これくらいの時にあれですね、上まぶたとまつげの隙間のところから瞳が見えちゃってるので、まぶたのラインをもうちょっと下に下げた方が良さそうですね。これで見てみるとどうかな。見えない。じゃあいいか。難しかったけど、なんとかまばたきできましたね。そしたら次はこれ、今作ったシェイプキーがオンになってる状態で、ニューシェイプフロムミックスからシェイプキーを複製して、今度は笑い目を作ってあげようと思います。笑い目は同じくらいのまつげの位置で、ちょっと気持ち上向きカーブになるように作ってあげます。
先ほど作ったやつもブリンクとかまばたきってわかるようにリネームしておいて、下流1にした状態でニューシェイプフロムミックスからシェイプキーを複製します。でここから笑い目を作っていきます。プロポーショナル編集のコネクテッドオンリーじゃないやつを使ってこう変形させたいんですけど、眉毛とか動かないようにまつ毛の太いやつと肌だけ選んでシフト H で他の部分表示にしておいてからちょっと上向きカーブになるように変えてあげます。基本は正面から見ながら変形してあげて、後からこう他の角度から見た時に整合性取るように私はいつもしてますね。トトタンの場合は結構この太いまつげがかなり太めな感じがするので SZ でちょっと大きくしておきます。やんわり上向きカーブになるようにやってみました。それでまたオブジェクトモードで0から1に変形させて雰囲気を見てみます。まあ、そんなに変じゃないかな。そしたら Alt-H で先ほど表示にしていたものを再表示させて、このまつげを上向きにしてあげましょうか。ちっちゃいまつげそれぞれ今下向いた状態ですけど、一個一個また上向きまつげに戻そうと思います。さっき一回使ったブレンドフロムシェイプでベーシスから形をブレンドしてあげたら最初の初期状態に戻してあげられるので、ここから下に下げる感じで上向きまつげをちょうどいい位置に持ってきてあげます。トトタンの絵を見るとこの二重線は結構横幅広めになってるみたいなので、ちょっと長くしておきます。このあたりもご自身の作られるキャラクターの資料とにらめっこしながら、まつげの幅に対してどれくらいかなとか見比べつつ再現してあげたらいいんじゃないかなと思います。これもリネームしておきますね。アイスマイルとかにしておきます。あとはですね、瞬きの時も笑い目の時にも、瞬きがこれくらいになった時に目に光がこう一切なくなっておーんっていう感じになるんですよね。急に闇落ちした感じになっちゃうので、もう目全体を縦に押しつぶすやり方とかもありますし、ハイライトだけを瞬きの時ちょっと下に下げてあげてもいいかもですね。この一番目立つ白い丸いやつだけでも変わったら結構変わるんじゃないかなと思うんですよね。それにもシェイプキーを作ってあげて、はい、
ブリンクっていうまばたきのシェイプキーと同じものにしておきます。で、まあ、ざっくり目分量でこのくらい下げてみましょうか。で、顔のまばたきのやつをいじってみて、バリューをゆっくり変えてみて、まあ意外とこんなざっくりなくらいでもあんまり違和感ないかもですね。こんくらいちょっと眠そうな半目くらいになっても瞳から光が消えなくて死んだ感じにならないかな。あとはびっくりした目とかも作っておきましょうか。これはそんなに難しくないはず。新しいシェイプキー作って、あんまり大げさにやってもあれなので、このあたりの頂点なんで、プロポーショナル編集オンの状態で、やんわりちょっと上に持ち上げるみたいな。ちょっと持ち上げるだけで結構びっくりした感じの顔になるんですよね。これでさらに瞳もちっちゃくしたりしたら、かなりわってびっくりした感じになると思います。シェイプキーの名前はアイアプライズドにしておきます。瞳のこれとこれはもうコントロール J で一緒にしちゃいましょうか。コントロール J で一緒にしてから、新しいシェイプキー作って、ベーシスの下のところにアイサプライズと、さっきこれで作ったのと同じ名前にしておいて、 A で線選択して、中心くらいのところをアクティブにして、ピボットポイントアクティブエレメントにしてから、こうってちょっとちっちゃくする感じでいいかな。あんまりやりすぎてもトトタっぽくないかなっていう気もするので、それでこう口開けたりすると、おおってびっくりした感じが出るかなと思います。と今作ったやつを、まばたきとか笑った目とかはミラーモディファイア適用後に左右で分けてあげようと思います。今のところはとりあえずこのままでやっていきます。次は引き続き喜怒哀楽の表情を作っていきますね。